はい、どうも、はじま革命宣言の動画へようこそ。この動画ね、鬱憤とかね、悪口全部言います。悪口ってわけじゃないけど、言いたいこと言って、今日から俺は変わります。はい、目死んでんな。やっぱね、なんでその鬱な気持ちになってるっていうか、鬱じゃないけど、まあなんかね、あーって気持ちになってるかっていうと、普通にただうわーって気持ちになってるだけで、多分ね、お腹空いてるからだとは思うんだけどっていうね、可愛い理由だなお前ってね、言われるかもしれないけど、あとね、度重なるいろんなこと、やっぱね、俺なんか思ったんですよ、まあ、成瀬さんとの話ですよ。成瀬さんにはまだ言ってないですけど、やっぱ俺がね、つまんない人間だから成瀬さんに見向きしてもらえないとね、その片思いの恋人みたいな気持ち悪い発言をしてますが、やっぱね、成瀬さん面白いなと思ってたんですよ。でもそれ面白いなって思ってたんじゃなくて、良き対応をしてくれるから、俺みたいなやつでもやってくれるから好きっていうかね、応援してたんじゃないかって、まあ、最近成瀬さんにね、飽きたってわけじゃないですけど、見なくなって、それは単純にね、あのライフスタイルが合わなくなっただけで、ライフスタイルってね、まあ、生活習慣っていうか生活リズムがちょっと変わっちゃったんですよ。カコンってよくわかんないな、これ、ここにそのね、カコンってしてる、触ってる物体がない限り、お前が何をしてるか分かんないからね、これ。ね、次ますっていうね、こっちをもらうね、おちょこをもらってる逆の人の逆再生みたいなね。逆？そう、普通はもらって、あーってね、こうやってもらう側の人がこう渡してるのの逆再生みたいなね。ちょっと分かりづらい例えで、ほんじゃんじゃんって感じですけども、やっぱね、まあ、はっきり言ってね、悔しいと。悔しいんだ。やっぱね、同年代、まあ1歳離れ、2歳離れ、いろんな人が活躍してるわけですよ。で、俺これ、どうよ。堕落した人間ですよ。堕落系 YouTuber ですよ。で、俺人気になりてえと。でもその、俺のやり方で人気になりたいっていうね、そのわがままなんですよ。やっぱ自分がやりたいって思うやり方で人気になりたいと。なんでね、そう思ってやってきたいいものの、まあいろいろね、こんな感じで。でも今ちゃんと、チャンネル登録者167人います。僕は最初ね、なんか変な、はじまの好きな曲っていう時にはね、日記書いたんですよ。その時チャンネル登録者42人でしたね。42人、40と2人っていうね、ちょっとね、癖の強い、癖が強いってあんま言いたくないよな。千鳥さんのあれはもう物件っていうかね、千鳥さんが所有してる、まあ一つの言葉遊びではないけども、言葉での使い方じゃん。それは癖が強いっていうのはダメで、まあその日記ですよね。40と2人っていうのが癖が強いなっていうことを言いたかっただけで、脱線横転系 YouTuber っていうね、不謹慎な YouTuber でやらさせてもらってますけども、って何なんで、その急にやらさせてもらってますけどもって、何なんだよって、はい、もうね、今日は狂っていこうと。狂崎島京志郎ですよ。今なんて言ったのっていうね、狂崎島京志郎ってね、狂崎に島をつけて京志郎なわけでございますが、まあ、はっきり言って悔しいと。やっぱね、成瀬さん、すげえなーと思ってて。成瀬さん、ね、やっていこうと。いうわけじゃないけどね。でも最近俺、成瀬さんと話さなかったから、それは成瀬さんもなっていうね。なんか、これを動画にする自体がちょっとおかしいんですけど、やっぱ変わろうと。俺はね、俺、成瀬さんと直接いつか話してみたいんですよね。やっぱね、俺は直接話したいんだよ、成瀬さんと。だから今度 DM してみようかな。成瀬さんと喋ってみたっていう動画あげたいし。野原のね、原っぱになんか、ね、段ボールで作った椅子っていうね。段ボールで椅子は作れねえよっていうね。そこから段ボール職人の魂に火がついたっていうね。その、なんか段ボール職人が罵倒され、そして、ね、バネ、根性、それをね、バネにしてやっていくストーリーの最初に、ね、敵みたいなやつが、いや、ダンボールで一斉作れねえよ、みたいなね、セリフをね、さらっと言ってしまいましたけども、悔しいんですよ、僕は。って何回言うんだと。まあ、単純ですよ。一度、なんか、成瀬さんとね、機会あって LINE 交換できて、で、LINE 交換したんですけど、俺がね、クソみたいな LINE しかしないんで、LINE すごい無視されてると。で、だけど、ね、人がいて、わ、いいなって思って、LINE できてんの？成瀬さんと LINE できてる人いんのって思って、
それがね普通にショックで、あのショックでっていうね、これを話すよりも単純に俺に需要がないんで、ただ無視されてるだけですよ。ショックで、あーって言ってね、それもね結構ね可愛い系の女の子なんですよとね LINE しててね、嫉妬してるみたいなね、お前はブスかってね、ブスの悪口みたいなねことを言うとりますけども、まあそれでね悔しかったなっていうね、いやその気持ち悪いやつだなって言われるかもしれない、悔しいんですよやっぱり。成瀬さん面白いから喋りたいと、でも俺が面白くないから相手にされてないと、悔しいなって思って、やっぱ俺もチャンネル登録者数ね低いから下に見られてますよ、っていうか下に見られてるっていうか下なんですよはっきり言って、それが本当に悔しくて、だから宣言するんですよ。もういろいろ最近久保田さんっていうのがねサッカーで出てるじゃん、で17歳なのに活躍しててね、プロサッカー選手です、なんかね広告スキップする寸存でプロサッカー選手ですって言ってきて、すごいカチンってくるんですよね。いや、なんかプロサッカー選手ですっていうのはなんかね、まあ、サッカーのこと自体自体を言うのはおかしいけど、プロサッカー選手ですって言ってくるとカチンってきちゃってね、じゃあ俺もプロ YouTuber だって言ってやりてくらいに頑張るよ。面白いこと毎日ね、ちょっと投稿頻度爆上がりするかもしんねえって言うと絶対投稿しないですよね。明日の朝寝て起きて、あーもう一回寝ようとか言って、で起きたご飯食べようって、あんねえよみたいな感じなんで、どうせこれ言っても変わんねえだろうと思う方一人、僕しかいないんですけど、もうね俺の YouTube 誰が見てるのかよくわかんないんですよ。だからみんなねコメントしてください、見てる人、本当に見てるよっていうのを略してみだけでいいんで、みっていうコメントだけでも本当残してください。本当に、やっぱりそのね、誰が見てるか分かんないんですよ。だから今はね、再生回数が伸びてると。ちょっと本当に数回ずつ伸びてる。だから誰かが見てくれてるんだろうっていうのを自信にしてやってるんですよ。だからコメントくれ。対応はね、ハートマークしか押せないし、その俺まずコメント返したくないんですよ。そもそも。みだけでいいんだ。みだけで俺はそのコメントに対して、いやみだけっておいみたいなコメント返すんで、それ返したらその普通に返してください。コメント返してくれよ本当に。コメント返してくれってな、ね、投げてもないのに返されるっていうね、貸してもないのにあコメント返すよっていうね、恐ろしいね現象っていうね、先読みすぎたね、成熟しすぎた肩くりみたいなことやってきてんなこいつ、あごめん未来読みすぎて先に返しちゃったっていうね、片栗ギャグみたいのでありそうですけども、むちゃくちゃつまらないって思ってるけど、俺はむちゃくちゃ面白いと思ってるんですけど、まあねもう悔しいんですよ俺は。やっぱりチャンネル登録低いしね、でも俺の頑張り方っていうのはあると思ってて、その他の YouTuber みたいにね編集してねやるのは違うと。俺はやっぱ投稿頻度爆上げしてっていうね、視聴者に迷惑な YouTuber としてやっていこうと、1日15本っていうね昔掲げた目標がありまして、まあ、15本まではいかないと。でも毎日俺やってみようかなって思って、やっぱ悔しいんですよ俺。成瀬さんねいいなって思うんですよ。成瀬さんカリスマ性あんなって思うんですよ。いいなって思うんだよ。だってなんかすっげえなんか女の子って言い方は悪いけどさ、女性層の支持がすげえじゃん。なんか俺の YouTuber なんてなんか野獣、俺がいや YouTuber っていうわけじゃないな、ちょっと言葉の節々がおかしいと。俺のね動画なんでね変なやつしかいないじゃん。見てる人、まあ、類は友を呼ぶなのか知らねえけど、ね、変なやつしかいないもんな本当に。まあいいんだけどね、少数制でそれはそれで変なやつしかいないと。まあ、悲しいわけじゃない、嬉しいんだけどねそれはそれでね。でもねいいなって思って、いいなって思うだけでね欲しくはないんですけど、そのなんだろうな、本当にお前欲しくないのか、本当は欲しいんじゃないのかって思うけど、よくよく考えたらいらねえなって思って、女性層の支持はね。いや面白いならいいですけど、そんな面白いわけじゃないじゃん。すごいもうディスりがもうね、女性に対しての偏見じゃないけど何かがねあったんでしょうね、はじまさんも。いやだってつまんないじゃんはっきり言って、大多数が。そんなだったらさ、俺の視聴者の方がまだね面白いでも面白いなって言ってくれて、じゃあ3000回言ってくれよって言ったら、結構ね、十何回くらいは付き合ってくれるやつなんているし、よっぽど俺の視聴者の方が面白いっていうね、成瀬さんのね、ディスり始めるっていうのはちょっとおかしいけどね。それはお門違いすぎるけど、今俺イライラしてるんですよ。そのイライラの鬱憤がただ成瀬さんのだけでやって、成瀬さんは何も悪くないんですよね。でもね、やっぱ悔しいっすよ。だからね、勝手になんか、俺は成瀬さんのことライバルだと思ってたけど、多分成瀬さん何も思ってないですね。なんだこのチリカスゴミカスがと、まあ、心の中で思ってるんで、だから成瀬さんと
同じ位置に立てるまでにはやっていきたいなとは思います、本当に。なんか俺がこう勝手に思ってるだけなんですけど、まあ、成瀬さんがどう思ってるか分かんないですけど、やっぱね悔しいなって思って、悔しすぎるよ本当に。悔しいなぁ、もうやっぱ自分で言うのもなんだけどさ、俺むちゃくちゃ面白いじゃん、そのむちゃくちゃ面白いじゃんっていうのも確かに一つのギャグとして成立できるかもしれないけど、やっぱり面白いと思うわけですよ。うん、面白いと思うわけですよってなんか、ね、日本語がねんってなりそうな日本語ですけど、ジャパニーズですけどもね、ジャパニーズ、ジャパン、ジパング、まあ、ジパング語ですけども、ジパングランゲッジ、あーもう英語ダメだ、英語うんちブリブリいやうんちブリブリ好きすぎだろっていうね、うんちブリブリブリザードソードっていうね、流行語大賞にしてね俺の株を上げたい。やっぱねそういうことでね、始ま革命宣言なんですけど、やっぱ俺悔しいんすよ。チャンネル登録者167人いいとこまで行きたい。やっぱ俺こんだけ面白いのに日の目浴びてねえのおかしいだろって自分でも思うんすよ。いや確かになんかね、ギターやってる人はなんか誰かの言葉かは知らないけど、人をね見てるとき、ギター演奏を見てるときは自分を下手だと、一番下手だと思う。でも自分がギターを演奏してるときは、この世で一番上手と思えと、一番上手いやつだと思えって言ってる人がいたんですけど、僕逆でね、こいつらつまんねえのになんで人気なんだよとか思いながらね、YouTube の動画見漁ってるんですけど、ほんと心腐ってますからね、どこがこいつは面白いんだよって思って。そう、俺はね、顔とかで受けてるやつらの票も全部ぶっ壊してね、面白さだけで成り上がっていきたいと思ってるんで、まあ、これ、っていうことで、その、相槌みたいに口をプチョンってね、プチョンじゃねえだ。できなくなった。やろうとするとできなくなる法則っていうのがあるんですよね。この世の中にはっていうね。いや、ただそれはね、今お前が作っただけだぞっていうね、思ってる方もいらっしゃると思います。そんな方にはこちらって言ってね、ここでこちら、〇〇〇です。今ならなんとたったの〇〇〇っていうね、言えたらかっこいいよね。でもそこでプチュンってね、プチュンチョロンチョンチャチャンチョンチョンって言ってね、切っちゃうところがダサいよね、はじまきよしろってねーって。いやー、でもね、エゴサワードで、はじまきよしろとしてね、出てね、誰か言ってほしいよね、ツイッターで。はじま面白いなでもいいし、はじまってクソつまんねえなとか、キモいなとか、言ってほしいんですよ。今、ツイッターではじまきよしろのツイッターをエゴサするとね、ツイッターらの界隈の人たち、面白いツイートをつぶやくっていうかね、人たちからなんかすごいいじられて、すごい嬉しいんですけどね。俺の居場所ができたみたいなね。もう俺はそういう面白ツイートね、してないですけど、ツイート確かにしたんですよ。それを言われて酔い込んで。でもそれってたまにするツイートなんですよ。俺のなんだろう、アイデアとか、今日なんか全然喋んないなって時、なんだっけ、ツイッターやる人は全然喋んないと文字にして喋りたくなるみたいなね。何言ってるか分かんない人もいると思います。なんかあるんですよ。なんかね、一日の中で喋る文字数っていうのがあって、それが足りてないとその文字をツイートとかにしちゃうとか、何かにパチポチパチンって言ってね。で、夜で喋ることって難しいから、ツイートしてしまうっていうのがあるらしい。だからツイートする人ほど喋ってないっていうね。まあ、そういうことらしいですけど、まあ僕はね、やっぱりその、文できないんですけど、おしゃべりだったらね、できるんじゃないかなとね、錯覚してるけどね。俺よくよく考えたらね、もうやべえもんな。喋ってる内容がさ、本当にやばいっていうね、すごい、なんかもう形容詞で塗り固められたトークみたいになっちゃってますけど、悲しいよね。ほんとなんか、俺の喋ってる内容って日本語ぐちゃぐちゃだよね。今思ったけど。まあそれでも見てくれる人がいるなら見てくれよっていう話でね、そう思うとどんどん卑屈になっていくんでね、なるべくポジティブ。まあね、ロレツが回んねえや。ロレックスかよ。ロレックスかよ。ってことでね、多分これやばいです。脳がやばい。多分なんかあるじゃないの。脳なんとかってやつじゃないの。脳なんとかっていっぱいあるぞ。まあね、本当に今日は始ま革命宣言の日です。ね、あんまり晒したくないんですよ。時計、これで住所特定されたごめんね。6月8日。ごめんなさい、俺本当にね、最終学歴四級なんで、ダメなんですよ。もう日本語がとにかくね、不得意でね、日本人のくせに。違う違う、そうじゃなくもない。今日
あ、違うんだ、今日、起業じゃないんだ。今日打ってると2018年6月で8日。8日ってとんでもねえな。でね、で、始まってやっても出ないんだよね。で、はってやって、覇王の覇。で、出てきた。革命宣言。革命宣言。ま、革命宣言ってわけでもない。選手宣誓なわけではないけど、宣言してないけど、宣言っぽくやらせてくれよ、ちょんまげマイチングということでね。マイチングは楽だな、本当に。マイチングは楽でいいよな、っていう、なんかね、その、元友達ってわけない、現同級生、もしくは友達の人に、お前の仕事は丸々でいいよな、みたいなね、言ってくる導入みたいなね、何の導入で、それは導入じゃねえだろ、ただの話の一部だろ、ということでね、本当に今日もね、いや、やってやったぜ、みたいな感じで急に加速してるけど、お前何やってんだっていうね、それだけでございます。うん、楽しい、やっぱ喋るのは。今日は始ま革命宣言ということで、ちょっとね、俺はもういろんなもの捨てて、YouTube だけに集中します。はい、ニートです、僕は。知らんもん。面白いことだけあります。それで稼ぎます。本当に。うん。っていうのは嘘でね、っていうね。だって多分、俺が運よく YouTube で人気になった瞬間、YouTube バブル弾けるし、もう弾れかけてるしね。ていうか、弾けてるしね、もう。もう弾けリストだからな。まあ、ねえ。ということで今日はね、日頃のうっぷん、悔しい雑談&はじま革命宣言でしたっていうので終わりませんよ。まだまだ喋りますよ。やっぱ悔しいんだと。悔しすぎるよ、本当に。悔しいな、本当に。アピールが足りねえのかな、これは。違う違う、そうじゃない、うんちぶりぶりタワー、違う違う、そうじゃない、そうじゃない、ノノ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 ノ、ねえ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 、そうじゃない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 、そう、人間は生きていると、いろんな状態になるけど、酒を飲むと必ず酒を飲んだ状態になるから、本誌から伝える攻略情報はここまで、続きは君の目で確かめてくれって。よくあるあれみたいなね。よくあるあれってどんだけだよっていうね。まあ何がどんだけかと言いたいっていうと、どんだけ当てはめようとしてんだよ。すごいな。街の欠けた部分をレゴで補うアーティスト。うわ、すげえな、これ。これがアートっていうのはおかしいけど、いいね。それも、その街の角っことかに、ね、ドアとかつけてんの。うわ、小人住んでんのかよっていうね、意見を欲しい、それを引き出すためのやつ、みたいなね。まあ、やつとか言うのでね、語彙力なくなってっか、やべぞ、お前。令和様あらがべえらんじらけんでめらめぬめえもんだめるながらばらばらばらんばでべえべんべんべれべえべんべんあんばらんがんばらんげんげんがらんげらげんぐる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 んうんちぶりぶりうんち、うんちの響きを過ぎてマジうんちって言いたくなるよということでね、終わりませんけど、やっぱこの姿勢が楽すぎんだよな、パンツが見えんだよな、嫌なんだよさすがにね。あ、今ので指紋採取されたな。コミュニティガイドラインだけには引っかかりたくないのよ。
健全かつ凶暴なね YouTube の動画投稿者になりたいんです。羽島恭志郎は、うん、狂気凶暴狂キュキュキュっていうね、狂気凶暴狂乱舞、狂気凶暴なんだ、狂気凶暴狂タクト毛タクトみたいに言うな、ういぷしん。それ俺がね、俺の今作ったトラップ、いや、すごい今必死に作ろうとして語彙力がブシャン。君は黙っとれ。まあね、今のは説明しようとすると、君からもうタクトという言葉が聞きたくてやったトラップなんだ。残念だったね。もっといい返しができれば、君の右腕、そして首から上、なくならずに済んだろうね。現実は非常だ。あっあっあっ。ジ・エンドって言って、これでね、あの動画をパンってアップロードした時ね、あの反転してたらジ・エンドってやってるのが、俺から今画像見たらジ・エンドって、違う、ジ・エンドってなってる、どっちもおかしいだろ。ジ・エンドエンド・ジ・キレ・ジ・つまんな、マジで埋葬されろ。はい、ということでね、まあね、特に言うことね。でも、羽島恭志郎は悔しいと。やっぱりね、悔しいよな。面白いやつになる、俺は。まあ、成瀬さんに見返してもらうというか、成瀬さんと同じ立場まで行きたいよね。チャンネル登録者、2万人かな、成瀬さんと同じ立場は。2万人まで駆け上がりたいよね、目標は2万人だ。まあ、まずは1万人って、いや、夢がでかすぎるっていうことで。まあね、普通に、やっぱり夢はちょっとずつということで。夢っていうか目標はね、次はチャンネル登録者168人ですっていうかね、っていうかぶっちゃけそんなんどうでもいいですよ。アクティブユーザーを何人か欲しいと。俺が何しても見てくれるような人が欲しいんだよ。俺底辺すぎてさ、もう悲しいよな。なんか目に、なんか俺の視聴者なんかね、洞窟なのかっていう、まあ洞窟って何なのっていうとね、洞窟って例えばマジで意味わかんないな。何が言いたいかっていうと、見て、なんかね、姿が表されないんですよ。でも絶対見てはくれてる人は何人かいるんですよ。でも姿を表してくれないんですよね。まあそういう人いますよねっていうね。でもコメントはしてくれよ、本当に。あ、でもそっか。アカウント持ってないのか。作ってくれよ。でもアカウント作った途端なんか満足しちゃって俺の動画見なくなっても困るから。まあいいや、コメントしたけりゃしてどうぞ。っていうね、すごい投げやりな感じだけど、俺もしたいから動画あげるんで。でも、そんな感じのノリで、てっぺん、取りたくないって、そういう感じの、なんだろう、ビッグマウス発言するときは、ちゃんと口元映さなきゃダメなんだよっていうね。誰かよくわからない人からのね、指南でしたけど。まあ指南って言葉が合ってるのか知りませんけど、そこをね、口元を映そうと努力するのはやめときな。ね、なんか偏屈すぎて今でしょのモノマネをごちゃごちゃにしてやってみたら誰にも伝わらなかった今でしょのモノマネやります。今でしょーん。本当に誰にも伝わせる気ないな。伝わる。伝達能力ゼロ。本当に。わら。ね、わらしべ長者ジャンバリリリン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 リリ土星に振ることの D のどん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 って似てるらしいよね。でも今のどんどんどどどんどんはね、フルコートだよね。どんどんどどどん土星にでね、どん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 フルコートの D。 まあということでね、やっぱ俺悔しいんだよ。やっぱね、悔しい。もうね、成瀬さん、それは成瀬さんのなんか、施しなのかもしれない。施しってことはよくわかんないけど、ダメだな。悲しいよね。なんかね、いや、その特別扱いじゃないけど、いろんな TikToker とかいるんすよ。TikToker は何々さんとかつけられて、そういうね、まあ距離、まあそれ距離置いてんのかわかんないけど、そんな感じでね、
呼ばれてえなっていうもんだけど、俺は成瀬さんの視聴者でしかないからな。うん、まあまあまあね、成瀬さんと同じ景色が見れるとこまでは行きたいなんて思いませんけどね。俺が見たいのは頂点なんで、ソロ系 YouTuber トップ行きますよ。うん、ピューディーパイを抜かすかっていうのもね、あのチャンネル登録者数の問題じゃなくて、普通に日本でもでも抜かしたよね。2億人くらい行きたい、チャンネル登録者数で。2億人で好きかってね、言いたい。で、収益でもすごい厳しいらしいからね、トップって。ピューディーパイさんもなんかファックっていうのね入れただけですごい全然収益がつかなくらしいなるらしいんだけど、今話題のフォートナイトに乗っかってる寄生虫系実況者っていう、すごい俺は口悪いけど、そういう人のなんかね、おーみたいな、ハイライトみたいな感じで最初のいい部分だけを撮って、そこでいいとこでなんかオープニングが流れるとこの曲の中にファックが入ってるのに、ここがされてるじゃんかーって言って、ピューディーパイさんなんだろうな、わかんねえな、あの PDR さんのムカつく鼻につく言い方っていうね。俺でも鼻につくことは鼻につくんだ。まあ、ピュンディーパイさんのね、ピュンディーパイさんのが怒ってましたって話です。うん、ピュンディンパイさんが怒ってぞっていうね、その田舎者をバカにしてるっていうね。もう田舎者怖いからな、田舎者って絶対あれだもんな、もう戦闘力全員150軒並みだよ。ほんとバゲモンだろ、田舎者は全員。おじいちゃんおばあちゃんで、ほほう、私を怒らせたら怖い、ここ後悔するのはもう遅いみたいな感じで、もう筋肉が肥大化して3メーターくらいの化け物になりますからね。うん、で、わたらしって言っちゃって、みたらしとわたしをかけて、わたらしどう食べてみる、うわーって。あー、お尻て。痛いよー。痛いでしょ。俺、モノマネ全然できないんですよ。うん、モノマネやろうとなんて思わねえしね。うん。思わない。うん、モノマネできないですよ、僕。まあ、しようとする気ないしね。うん。モノマネはしない。うんちブリブリーって。うんちブリブリーでみんな笑ってくれよ。いや、どんだけお前はね、笑いに逆、鈍活。あれ鈍活じゃねえな。鈍欲じゃない。逆鈍欲なんだよ。迫欲なんだよ。鈍欲ってなんて、鈍欲ってどうやって書くんだろう。ヘイ、うんち。って言って。ね、シリが起動したら出て、これ全部シリ聞かれてますからね。もうやだー、もう火星移住も地下なんとか生活もできなくなる俺。人徳積んどこー、人徳積んでこーみたいなね、なんかそういうやつね。夜のテンションですでに死んでるので、サーバーやインスタンスをつけてもいい名前の例っていうのをリツイートしてしまった。サーバーやインスタンスってなんだ。ああ、プログラムのなんか書き換えみたいな難しい言葉か。うんちブリブリ、ほんとうんち大好きすぎるけど、本物のうんちは大っ嫌いだ。本物のうんちは嫌いやで。最近なんかツイッター俺いいねしたらいいねが取り返されちゃうんだよね。取り返されるってね、うん、いいねは奪ってないんですよね。いいねをしたらいいねが外されちゃうんですよ。でもいいね欄にはあるみたいな、そう恐ろしい現象があるんですよね。まあ、そういうことで、はじまきよしろうの、悔しい話でした。悔しい話ムカムカ絶対悔しい話のオノマトペって何かな、みんな。うん、ちょっとね、ヒカキンさんが反表意されましたけどね。何かなー、いや、それはちょっとね、ダメだよっていうね。それはちょっとダメだよっていう、その簡潔に片付けようとしすぎて、何を言いたいのか全くわからないよね。うん。それ、何なんだっけ、チクタク、チクタク。どんどん幅がでかくなる、古畑任三郎さんの考える時のあれ。でも、かっこ、これは本当に存在しないかもしれない。俺の妄想上の古谷、忍三郎さんの考えている時の指の動きかもしれないっていう、もしかしたら俺が作り出したただのよくわからないものになってしまう、無の二乗になってしまうかもしれないということは心の中に秘めておこう。まあね、うん、いいよなって思って、成瀬さん、うん、羨ましいなって思って。いろんなさ、
なんか女性 TikToker から好かれて、まあそれはね、あっちから言ってるからだろうけどね。ああもう悔しい、悔しすぎる、悔しすぎるよ。ああもうね、悔しいよ。急にそんな面白くない喧嘩をされても困るんだよな。もう悔しすぎる、もう泣きそう。あ、どうしよう、どうやってオチに着地させよう。泣き真似をするがいいものの、これをどうやって発想の転換を用いてみんなを笑わそう。どうしよう、やばい、本当に泣きそうになってきた。自分を追い込みすぎてペッいや本当安直に走りすぎだぞお前、マジで。中世ヨーロッパでは極刑もんだぞそれ。皆さんも使ってみてください。中世ヨーロッパっていうのがどうなのか分かりません。僕ね、最終学歴子宮なんで。フルカウントのディリギリリギリリ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 。でもそれはだいぶでかい。多分俺がやってる理由の 40% を占めてきてる。占めてきてるんじゃなくて 40% を、まあ、ランクダウンだよね。最初はいろんな YouTuber から承認欲求で、すげえ YouTuber とかに認められてると思ったけど、今単純になんかすごいね、気持ち悪いやつになっちゃうけど、俺が面白すぎるっていうか、自分の形が完成してきちゃったんですよ、15歳にして。お前あと2年しか生きれねえのかってくらいもう完成形まで近づいてきちゃってるっていう、もう究極になりつつあるんですよ、始まというものが。うん、だからもう楽しくてしょうがないですよ。自分のなんかやり方っていうのが凝り固まってきたって、凝り固まってきたっていい意味では使わないけどさ、まあ出来上がってきたのに喜びしか感じれないっていうか、楽しいんですよ今の時期。俺の聡明期、はじま聡明期状態で楽しいんですよ。でね、こんな底辺のやつがこんなこと言ってるっていうのも面白いよな。それも滑稽でいいと思う。うん、でやっぱりね、今やってる俺が人気になったらな、今多分この動画の昔の動画が発掘されてね、俺がめちゃくちゃビッグになったらさ、はじまの昔の動画で面白いの見つかりましたみたいな感じでね、ファン同士で交流し合うんだろうね。昔の動画あれ何とか、ウィン何々の何々面白いよとか。あのね、俺昔のね、300本か400本くらいね、その動画のファイル形式のまま撮っちゃってるやつがあるんで、それをファン同士で交換し合うくらいに、コアなやつらファンができてほしいっていうのは俺の願いです。だからぶっちゃけファンのために今やってるみたいな、未来のファンのために俺が羽島の若彼氏頃を投影してると言ってもいいっていうね。お前どこまで自信があるんだよっていうね。でも単純にやっぱ楽しいです、喋ることは。喋ること楽しすぎるんですよ僕ね。そんなね、親がいないっていう言い方は悪いですけど、親が仕事行ってる間多分俺ずっと喋ってますもん。もうね、喋りすぎ、リンリリンリリンリリンですからね、ほんとリンリリンリンリ大好きいやそういうね、倫理っていう難しい言葉に大好きっていうのをガッチャンコさせて安易に笑いを取ろうとする汚い生命体こと羽島恭志郎ですっていうことを撲滅しよう委員会副会員っていうね、会員にもなれない悲しき会員こと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 煮込んだ結果が究極完全体羽島恭志郎でござんす、ビザンス帝国ね。ござんす、ビザンス帝国もね、久しぶりに使ったかな。うん、でもいいよね、ビザンツ帝国ってさ、もう語呂良すぎだろ。もう考えたやつもマジ一緒に酒交わしてって未成年がね、酒交わしてっていうね、問題すぎる発電しちゃってよってね、発言じゃなくて発電しちゃって、問題発電っていうね。うん、人の生き地で発電してるのかなっていうね、それは問題だわ、大問題すぎるだろっていうね。でも楽しくてしょうがない、自分が面白くて。もうね、やっぱバグってきてるんですよ。面白いってものは何なのかってなり始めて、自分を面白いって思い始めたら終わりなんじゃないかなと思ってないですけど、孤独の化身を音痴だな、
オンチウンチオンチウンチオンチボンチオンチウンチオンチウンチ埋め立て地ヤッホーイウンチブンチウンチブンチウンチブ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 ンケイブ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 ンケイということでね、あんまこの動画のついでにより人さんディスっとくか。いや、やっぱ俺なんかより人さん見なくなったのはね、単純になんか浅はかすぎる悪口が俺嫌いすぎてね、見なくなったんですよ。なんかその数字のためにやろうとしてるっていう、ほんと早く消えてほしいよなって思ってね。でもやっぱ生き残るんですよ、より人さんは。なんだかんだやってやっぱ生き残ってるじゃないですか、より人さん。ほんとに今日の動画もあれですよ、パオパオチャンネルのあずきってブスだよな。うわ、低評価2825。まあそういうのでちょっと今回のは笑わないって人がめちゃくちゃ叩かれるんだろうけど、まあこういうのすごい低評価だな。2800すごいな。まあね、なんかね、浅はかっていうかさ、中身はやっぱ面白いんですよ。でもやっぱり中身そこまで面白くないから見ないんだろうね。すごい悪口になっちゃうけど、やっぱね、ダメだよね、悪口って。まあ俺もね、なんかその、屁こいた。屁こくたびに、女性ファンが2年つかなくなるっていうね、呪いをかけられてしまってる代わりに、あの今の3000倍面白くなるっていうね、じゃあお前の面白さはゼロなのかよっていうツッコミが来そうですよね。なんでそのツッコミが来そうなのか、だってへを1回することに面白さが3000倍っておかしいじゃん。じゃあその裏にトリック仕掛けがあるんだよ。そう、はじめ自身の面白さはゼロだから3000倍したってゼロはゼロっていう、その魔法使い、その呪い専門の魔法使いがやってる契約をね、不当に交わされてる羽島清志郎って、いや、ファンタジーすぎるよ。おたまん中、おたまん中、お花畑かよって。頭ん中、お花畑かよか。おたまん中、お花畑かよってことね。おわ、キャンキャンあるね。人間なのか、人間くー、人間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 、そう、うつ病、うつ病、そうそうそう、うつ病、うつ病、そうそう、うつ病、そう、うつ病、病病病病、うんちぶり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 、うんちぶりぶり、うんちのぶり、うんちうんちがぶりで、ぶりでうんちで、かんぶりはぶりぶりじゃないよ、ぶりしかしてない、うんちぶりぶり、鼻くそほじって、ぽいぽいぽい、ぽいのぽいのぽい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 、安直すぎるから安直すぎるから、安易すぎるから嫌われるんだよ。うんちぶり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 、うんちうんちぶり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 、うんちうんちぶりぶり、うんちぶり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 、うんちぶりぶり、うんこぶりぶり、うんこぶりぶり、うんこぶり、うんこぶり、うんこうんこちんこちんすこ、下品極まりない男のの何か、うんちぶり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 、うんちうんちぶりぶり、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 うんちぶりぶりぶり、うんちぶりぶり、うんちぶりぶり、うんちぶりぶりぶり、うんちぶり、うんちぶり、うんちぶり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 、うんちちち、うんちぶり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 、うんちうんちぶりぶりぶり、ぶりぶり、うんちぶりぶり、うんちうんちぶりぶりぶり、うんちぶり。一君の総モードこのまま続いてほしいな。川口仁さんのね、このツイートを探すためだけにうんちぶりぶりを歌ってました。今ね、孤独の化身を歌ってたつもりなんですけどね。いやー、クロマニオンズネタやめといた方がいい。そのね、いいんだけどダメだってことね。その理由はね、考えたって分かんないから、考えたら無駄だから考えない方がいいよ。まあ、僕が言いたいのはっていうので締めようと思ったけど、この動画長くするわ。うん、始ま革命宣言だもん、長くしなきゃってことでね。より人さんね、好きだった時期もあったけどね。でもさ、人が悪口言ってるところを見たらさ、俺もなんかさ、バッドな人生になりそうじゃん。やっぱ人の悪口は言っちゃダメだと思う、やっぱり。悪口言うと多分自分のね、
いい方向にはいかない。悪い気ばっか集めちゃうから。だからなるべくあんまり悪口は言わないようにしてるけどね。うん。愚痴悪はね。ね。うん。悪口なんてもうもはや公衆だからな。ちょっとよくわかんないですよ。本当に。やめてください。もうね。楽しいな。いや、ね。もう人生やばすぎて楽しいなが口癖のもうすぐ、あとちょっと押したらもうやばい人みたいなね。どう押せばいいのかわかりませんけども。もといえば、マリモ。マリモのマリはマリのようなもだからマリモなんでしょうか。多分その通り。まあ一人でこういう会話しちゃうようなやつなんでね。まあ今後ともよろしくお願いしますって締めるわけにはいきません。もう一回話します。悔しいんですよね、僕は。やっぱ、成瀬さん見ててね、いいなと思うんですよ。なんかね、囲いがいてよ。いいなって思う。ほんと。すごいディスってるみたいだけどさ。やっぱね、なんか、毎回コメントしてくれてる人が、やっぱ俺がダメなのかなって思うんですよ。思っちゃうんですよ。そうは思わない。思っちゃうんですよ。とか言いながら、いや、そうは思わないって完全に二重人格だろ。切り替えのチェンジが簡単かつ早すぎる二重人格だろ、それは。二重人格ってなんかそういうの、尻滅裂なことを言うとそれも一つの病気らしいよね。尻だから俺やべえよ。うん。滅裂 TV だもん。いや、滑舌 TV みたいに言うなよって。そろそろさ、はじまさん、言うなよっていう言い回しやめてもらえます？言うなよっていう言い回し、言うなよ。うんちブリ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 うんちうんちブリブリうんちブリブリうんちブリブリうんちブリうんち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 ブリブリうんちブリブリうんちブリ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 うんちちちうんちブリ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 うんちブリうんちブリブリうんちブリジェンドルララジェンドルララジェンドルジェンドルジェンドルうんちブリブリうんちブリブリうんちブリ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 うんちち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 ちうんちブリ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 うんちブリブリうんちうんちうんちブリブリうんちうんちうんちブリブリうんちブリブリうんちブリブリうんちうんちうんちブリブリうんちうんちうんちブリ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 うんちうんちブリブリ君がななななななな脇汚ねえのバルタ何なので。まあええわ。なんかね、なんか一定の期間風呂めちゃくちゃ入らない期間があって、むちゃくちゃ脇が汚いんすよ。悲しくなるくらいね、なんかもうみんな見たらショック、うわっていう、なんかグロ画像の一種くらい脇が黒いんですよ。黒汚いんですよ。だからね、あんま脇見せたくないんですよとか言って、その10秒後って言ってね、はじまが脇を見せながらこうフラダンスをしてるかもしれないっていうね。まあ、現実が来たらあなたはどう受け止めますか。かぬかぬ、この角度を利用してみんなを笑わせようとしてるのに、かの時の口が見えなかったらもう誰も笑わないだろ、それは。なあ、ダメだろ、それは、本当に。ダメダメのダダダダだよってね。いや、ダメダメのダメって言いたいじゃん。でもそこははじまのプライドが許さない。教授が許さないわけよ。俺の教授が許さないからダメダメダメのダッダダッダダッダって言っちゃうわけよね。そうすることによって本当よくわかんないものになっちゃう。信じるか信じないかは私次第ですっていうね。ジャイアンかいっていうね。ジャイアニズマかいっていうね。ニズマってなんだ。ジャイアニズマ。うんちおいらうんちぶりぶりうんちうんちぶりうんちぶりぶりぶりうんちぶりぶりぶりうんちぶりうんちぶりうんちぶりぶりぶりうんちうんちぶりぶりうんちぶりぶりうんちぶりぶりぶり、あ、すごいうんちだな。もうね、気抜くとうんちなんだよなって。そらそうだろって。気抜くから音痴になるんだろうって言って、気抜かなくても音痴じゃねえよ、熱いやつは。うんちだぞってね。あ、もうやべえ、やべえな、もうこれは。もうほんとやばい。ちょっと、やばいな。まあね、まあ俺がなんで動画編集してないかってね、理由は3つあります。正直な言い訳も何個ありますし、正直な理由は1つ。単純に編集がしたくないって思うんですよ。でもぶっちゃけ俺編集がしたくないわけじゃないんですよ。
うん、まあお金がないよね普通に。貯める気もないけどねそこまでして。うん、だって一応俺企画でやっちゃってんだよね思い出したら。 YouTube のこの状態だけで動画撮り続けて、いつになったら編集機材、俺が納得できる編集機材をバンと揃えられるかっていうね企画中なんですよ今まさに。うん、忘れてたけどね、忘れてた頃にやってくるよ、くるくるよ、くる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 のいっぱい回せ、回して面白い回答を出せるように頑張れ、選べ選べ面白いの選べ、面白くなかったら串刺しにされるぞ、ルンルルルンルン回せ、脳みそぐるぐるか回転、ぐる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 ようだね。はぁ、ほんとにやべえな。ハッピーな人じゃんそれは。うん、そうですよ、ハッピーですよ私は。絶対ハッピーじゃない、アンハッピーじゃん。あ、それでいいですよ。いやもう本当にもうな、変顔つまんなすぎんだよな。だからその動画の企画の一つに変顔バチコリやってやろうぜ、でもバチコリっていいよなマジで、モコーさんのバチコリやってやるぜみたいな、なんかいいバッコリだっけ、バチコリいいよな、もういい言葉多すぎるんだよ、使いたくないんだよ、だって俺が生み出したもんじゃないんだもん。でもいやバチコリ使っていくわ、バチコリ、ニシコリバチコリコリコリ肩コリ、いきなり出てきてごめんなさいね、誠にすいませんね。うん、闇ったらしく言うね君、闇の権化会。今口で発してる音のリズムは何かの音楽というわけでもないよと言って目つぶってたら44分44秒の幸せ4連単、まあ人の受け取り方によっては死の4連単逃しちゃったよーってね、俺のおばあちゃんすごいこと言ってね、うわ4が並んでるよこの時間って言うんですよ、いや4時44分とかね、いやでもそれは幸せなんじゃないっていうのをね、で返したおばあちゃんやばって思った、マジおばあちゃんだわって思ったその時は。だからみんなもね4が揃った、4の3連星とかになった時はね、あ幸せ絶好調タイムだって思うようにしてくださいって言ったこの瞬間に、何粒の唾が、飛翔飛沫したでしょうか、飛沫って呼び方合ってるか分かんないけど、まあ、飛翔チーム飛翔マリポーサになったでしょうか、わかるかね。あー笑いが止まんねえや、うんちブリブリだよマジで、うんちブリブリだよマジで、面白すぎる、最高だよ、デンテデンデンデンテデンデンデンテデンデンデンテデン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 、やっぱ信用って重要なんだ、みんな言ってるって誰か言ってたんだよ、いいだろ誰が言ってても。いやほんとお前どうでもよくなってんなっていう人のモノマネです、でももう全てのものに対してモノマネですって言って、もう真似でしか生きていけない、真似で塗り固められた人間というイメージをみんなに埋めつけて、めちゃくちゃ面白いことをして人気勝ち取っていこう。いや急にケツ書いた手がなんでガッツポーズになるんだよ、その汚れたガッツポーズを下げろ。はい、ということでね、キレッキレすぎだろ。お前の切れ味、ヘンケルスと、なんだっけ、ヒューマンミラーだっけ、まあ、なんかすごい研ぎ師がね、コラボした包丁でも成し得ない切れ味だね。ね、日本刀職人もびっくりだよ。はい、もうね、褒めに褒めたたえてる。そう、もうやっぱね、俺は世界で一番自分を褒めるのがうまいんで、うん。いや、ほんとね、もう幸せそうな顔だよな。でもこれ死んでるんだぜっていうね、怖い話するのはやめましょう。これ全部一人でやってるっていうね、ほんと気持ち悪いよな。だからみんな絶句してコメントしてくんねえのかな。絶句だけにっていうね。いや、絶句と絶句をかけてるけど、今まで絶句が出てきてないのに、急に絶句だけにって言い始めるね、あの言葉の錬金術師ということで。でもね、夜のテンションでおかしくなってますよ。始まり深夜ですよ。恐ろしい状態でございますよ、皆さん。これは危機を持ってもらわないと、危機感を持ってもらわないといけませんよ。いけませんよ、ってね、秋葉のね、
いや、許してくれませんよ、みたいな感じになってるね。ブライアンさんがよくやる。まるまる。わーわー。本当にお前滑舌やべえなって。ね、滑舌かってね。ツッコミが来ちゃう前に、さだツッコミしようとする手首を、チョキンキキンキン、チョキンキキンキン、チョキンキキンキンキンって言ってね。これがね、親にバレて、何やってんのって言われたらね。で、そしたら、チョキンキキンキン、チョキンキキンキンって続けてやろうと思いますけどね。鋼のメンタル。いや、ダイヤモンドだろ。チョキンキキンキンって。そう、これ好きだな。いや、でもこういうね、安易なツッコミこうやってしてきて、その手首を切る仕事がしたいですね。やっぱ気持ち悪いじゃん、そんな、俺に対してそんな攻撃でやってくんの？ふざけんねえ、オラーって切りたくならないみんな。あ、ならない。何こうちょっとね、右目を、右手親指で隠すんだろうね。右目にすごいコンプレックスを持ってるのか、もしかしたら、右手親指、裏親指にコンプレックスを持ってるのかわからない人でございますけど。ほんとよくわかんないよね。でも俺はよくわかってるんですけどね。だから解説しますとっていう解説芸が好きなんですよ。なんで俺がこのね、自分がやったギャグって解説すること恥ずかしいじゃん。やっぱ芸術たるもの、短く簡潔にまとめるもんじゃん、みたいなね。思うかもしれませんけど、僕はただ喋りたいだけなんですよ。喋る理由みたいな、喋る理屈みたいなのができればそれでいいんですよ。だから解説ほど理にかなったものはないかなと思ってて、僕が喋る時間を長引けるんですよ、解説することによって。だから、こうやってる人がね、こうポーズしてるのは、右目にコンプレックスがあるのか。でも、その少ないパーセンテージの中、じゃあ、右目にコンプレックスがあるが9割だったとき、残りの1割は、右手、右親指、右裏親指なんじゃないかっていうね、やつでございます。はい。これ分かってくれるやついねえかなって思いながら生きてたって誰も分かんねえよ、こんなんって言いながらね。俺、分かるよって言ってくれる人がいたらね。俺、分かるよっていうね、コメントしてください。お願いします。全然、どんな顔してるか分かんないな。いや、すごいしょうがないね、こいつ。お前、変顔のへの字まで来てねえぞ。へのへのもへじ。かぴょんぴょん。こういうやつね。よくあるじゃん。こういうやつね。ほら、切ったぜみたいなね。はい、ということで。終わるノリだけどね、全然終わる気はならないけどね。与沢翼さんの雑談動画くらいお前の動画長いなって。与沢翼さんびっくりするぐらい長い動画あったじゃん、1時間とかね。面白い。いや、アーカイブかって突っ込みたくなったよね。まあアーカイブかっていうのが合ってるか知らんけど、顔キモ。いや、キモいとは全く思わないですけどね。でもみんなが言いそうだなってことを言ってるだけで、俺はキモいなんて思わないし、ちょっと面白いなっていうね。ちょっと、ほんのちょっと、こんま面白いなとしか思わない。孤独の化身だよ。君が、ね、ルルルルルル。勘弁してくれよ。マジうんちブリブリ。いわしいわししいわしいわししいわ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 し。再生回数があと何回かで3万回いくんだよね。3万回いったら多分3時間特番組むわ。俺のね、動画でね。もう先に撮っとこうかな。多分どうせ、お、コメント来てるかな。あ、そういえば、成瀬くんのツイキャスにいたよね。やばしくない？いたよねって言われてるから、いたよって。いたよって。住みゆき前ってあの人か。あの変な名前の人がなんだ。来てたの。でもやっぱなんかね、メガネ取ったら陰キャ感拭えるらしいですけどね。どうですか皆さん。僕陰キャ感拭えましたか。うわーってね。ハンサムだなーって言いたかったけどね。さすがにギャグでは収まれないなと思って。さすがにギャグで収まらないなって思ってね、ハンサムだなーってボケしたかったけど、やっぱ、どうよ。
うわーハンサム、うわーって言った時の顔キモなんで、みじも思ってないんですけどね。みんなが思いそうなことね、あの気持ち悪い女子が言いそうな言葉をね言ってるだけであって、あの僕はみじも思ってないんですけど、孤独の化身なんですよ僕は。あ、ちょっと、あ、1時間前にコメント来てるんで、1時間前のそのコンマが書かれてないから多分2時間前なんだろうけどね。うん、なんだそれ。何しようかな。まあね、今29,657回ですね、動画視聴回数。うん、もうそういう時代もあったんだよ今ね。もし未来からね僕の視聴者が来てたら、俺はね総再生回数が29,657回、いつもその100倍はね、あのアベレージで撮れてるような羽島清志郎がね、総再生回数多分ね、今チャンネル始めて何年だ、1年と半年経ってようやく29,657回の時もあったんだよ。未来のみんな見てるっていうね。いやー、これがね本当に人気ならなかったら大滑りじゃ。この顎の顎口の開け方でいつか顎があの外れるだろうな。うん、それは予告しとく。予告なのか予言なのかどっちなんだいって言って、ここに僕が筋肉からね、ペッ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 、あそれあそれあそれそれそれ、ファンファンファンやファンファンファンでってって、21世紀音頭やりたかったけどできませんでした。あれ21世紀音頭ってハイローズさんのと一緒なのかな、ちょっと検索してみよう。聖域温度って、いや、あの予測変化に、予測検索欄に出てこいよ。あの、そういうこと言うとね、あ、ハイローズであるらしいね、21世紀温度、オリジナルバージョン。ハイローズと対をなす20、リミックスとかもあるんだ。多分、絶対ちげえだろうけどね。まあ、ええわ。うんちブリブリで。リミックス下手なんだ。21世紀温度って、すごいディスられてんな。の割には低評価数少ないけどさ。すごい汗かいちゃうな。前髪うずいな、マジで。こうやりたい。いや、こうじゃないんだね。一回ちょっとクッション置いて、こうなんだね。痛いな、痛いな。指が今。たまに来る指つった。指つった方。笑ってくれよ、今のギャグでみんな。そういう意味で貪欲なんだなって。笑いに貪欲って。でただお前は、笑いをくれよって求めるだけなんだな。自分から笑いを取ろうとしないで。笑いを生み出そうとしないで、お前ただ求めるだけなんだな。だからいつもお前は負け組なんだよっていうね。あの、お前誰っていうね、人から助言をいただきましたけど。でもね、求めるだけじゃダメなんですよ。笑いを生み出していかないとね。この角度、クソつまんねえな。もう今の気持ちわかるでしょ、今の。ふふふの声で。声でわかるでしょ、みんな。お、555行くぞ。って言った瞬間に上から、なんかね、アイアンメイデンが落ちてきて俺殺されるかもしれない。ブチューンってなってね。妄想癖がすごすぎるぞ、はじめさん。なんか今日ちょっと話しすぎだけどね。まあ、これは続けちゃいますよ。やっぱ、うっぷん溜まりすぎてね。やっぱね、悔しかったんですよっていうのも、これ4回目かな。悔しいよ。だって、成瀬さんはさ、すごいいろんな TikToker で女性に囲まれてさ、いいなーって思うわけですよ。俺なんてって卑屈な感じですけど。で、成瀬さんからも最近はね、見放されたってわけじゃないけど、まあ、それは俺の受け取り方が悪いだけだけどね。でも俺はそれを見放されたと解釈しようと。まあ、俺がただ単純にね、最近交流してないだけだからね。右前すみゆさんなのかな、あの人は。でも、みゆっていう名前がついてる時点で、右前すみゆなわけないだろ。あ、右前すみゆだ。右前すみゆだった。笑っちゃうよ。右前すみゆっていうのを3文字と4文字で区切ったんだけど、YouTube の仕様で反転コロリンチョしちゃったがために、うん。いや、この人めちゃくちゃ優しいな。やっぱしなーあーいいっていう動画があるんですけど、この動画でめちゃくちゃコメント残してくれてる。なんだ、うん、いたよってつまんないコメントしちゃったな、俺。やばいな。はじまとしては、そういえば、成瀬くんのツイキャスにいたよね。これでどうやって面白いコメント返せばいたよ。いたと言えばいた。でも、いなかったと言えばいなかった。
だからシュレディンガーの在籍だよねとか、そんな、なんだお前カッコつけやがって、うん、マジで口果てろ本当に、口果ててうんちブリブリになっちまえ、本当につまんないぞマジ。レラララララララ孤独の化身君が僕も孤独の化身君がうんちぶりぶりぶりうんちうんちぶりぶりぶりうんちうんちブリブリうんち、もうブリブリうんちっていいよな、ほんといい響きだよ。本当に俺はうんちはね臭いから嫌だよ。そのなんかね、よく親のヘリクスって、いや自分から出てるんだから嫌じゃないだろとか、嫌なもんは嫌だろ、臭いし汚いし触ったら臭いじゃん、色も茶色だし、うん、嫌なもんは嫌なんだよ、自分から出てようが臭いんだもん、うん、それ好きになれるってね、もう、うん、それはおかしい、その論は、うん、自分から出てるからって、だからといって俺の顔から出たニキビをめでるわけねえだろなっていう、遠回しに親の悪口だけどね、今 寝ながら聞こえてるかもしれないけど、でもそうでしょ、そんなニキビはアイスかよ、ブチューって出したニキビ、あーかわいいねってやるかよって、本当にそこまではいかないけど、それ極端な人間だよなってよくいるよね、うん、逆なんだよ、そのいや好きでもないし嫌いでもないよって お母さんは言ってるので、いや見れるかよってこっちのベクトルに行っちゃうと、俺はここに行って、いやそうなるかって言って、お母さんここにいないです、ここら辺なんで真ん中は普通、まあ嫌いでもないし普通の無関心みたいなもんなんですよ、なのにその俺はここにいるわけ、すごい嫌い、うんちが嫌いなわけじゃないけど、うんちの逆襲されたら困るから、なるべくうんちの悪口はいない言わないけど、あそれも昔なんかうんちの逆襲みたいな動画見てる、結構ねリアルにうんち作ってやがったんですよ、で最後なんかうんち汁みたいなことでね、それ見たせいですごい、多分お母さんが今世紀最強最大にね綺麗に焼けた美味しそうなとんかつ食い損ねたんですよ、本当にマジでうんちの逆襲って動画許さねえ、うん、本当俺腹立ってる、あの動画はマジで、俺のお母さんこんな綺麗なとんかつ作れるのって、すごい分厚いとんかつ、しかもむちゃくちゃ分厚いとんかつでさ、むちゃくちゃうまそうなとんかつだったのに、そのうんちの逆襲のせいで食欲減退、うん、ヘリシリゾキしちゃってさ、そこ言い直すね、ヘリシリゾキしちゃって、いいやって言って一口食ってやめたんだよ、マジうんちの逆襲許さねえ本当に、でなんかそのうんちの逆襲でやられた人もなんかね、小便所にゴンって頭打って、それでなんかね血流して死んでんだよ、なんでどんだけうんちに質量があんだよって思っちゃってね、まあツッコミでくれたくさんですけど、うんちの逆襲見てやってくださいねって言って言いますけど、いや本当見ない方がいいよ、うん、マジで食欲なくなるから、結構リアリティだった、リアリティで今見たら全然リアルじゃないかもしれないけど、でもまあいいもんじゃないよね、本当に見ない方がいい、ぶっちゃけオチがうんち汁飛ばすからな、本当にふざけんなよって、誰だよマジこんな考えて気違いとか言って、意外に俺の今親しい人がそういうものを動画を考えたとしたら悲しいけどね、いや本当にやめてほしいよな、鼻くそほじじりほじりほ、鼻くそじりほじんじりほじん、いやジンマシンみたいに言うなよ、言うなよってやめよう、始まりゅうのなんか言い方考えようぜみんなで、俺一人だけどな結局は。いやなんだもうちょっとボリューミーすぎねこの動画、誰も見ねえだろ1時間も、俺だって見ねえよ、今この瞬間が楽しいの連続で1時間になったった、なんかね奇跡的に1時間になってるだけでやって、1時間丸々出されて見るやつなんていないです、今の現在時点で、俺はそこまでファンにね求めるわけじゃない、そこまで俺バカじゃないって言って1時間見る人いるかもしれないんですけどね、あーやばいお腹すいた、ふぅあ、お腹が鳴った。ああ。
いやまあね、なんだツッコミの言葉を考えようと。どうします？俺なんだけどな、結局考えるの、いや言うなよみたいな、なんだその水溜りボンドさんに影響されすぎだよな。でなんだ、水溜りボンドじゃねえけど、いや水溜りボンドは俺面白いと思ってるよ。時間があれば PUBG いっぱい見たいけど、俺単純にあのなんだろうな、あの言葉のラリーを普通に見たいんだよ俺は。多分俺日常会話1時間とか2時間とかね、それだけやってくれんだったら嬉しいよ。なんかあったよ、そのドッキリする合間にね、いや俺こんな友達いたらいいだろうなって、こんな親友できたらいいだろうなっていう会話のラリーがあったんだよ。なんだよそれかよみたいなね、あの独特のラリー、いやこんな友達できたら俺はどれだけ人生が華やかになるんだろうっていう、その嬉しいラリー、嬉しラリーみたいなのしててね、ほんと幸せになりました。見てるだけでこんな友達できたらいいなって思いながらね、今日もね一人で生きていくと言いつつ、親にね、親が頑張ってお金稼いで、僕はそれをねみじみじと食って生きてるんでございますがっていうね、うん、まあ、そういうことは考えない。あー汚い。最近ね炭酸水で洗顔してるんですよ。なんか効果あるらしいよって言ってね、でも親もなんかね補足が足りないのかね、親の悪口になっちゃうけどさ、その炭酸水あるじゃん、炭酸水あるじゃん、炭酸水で洗顔すればいいのかって言って、後になって、ね、コットンでやればいいらしいよって言い始めたんですよ。え、じゃあコットンあんの？ないよ。悲しくなるよな、その俺の行動を寸止めされちゃってる感があるじゃん。え、ないじゃん、できないじゃん、やめようって、その日本人あるあるのやらせなくしようとする心理が働いて、そういうのになるからすごい腹立って発狂しそうになるんですよね。そういうのよくあるんで、ないよとか言って、でもやってみたらね、炭酸水で洗顔したらめちゃくちゃ痛い、でもね絶対良くなってるっていうのは自信はある。テカってるけど、いやなんかね前はすごいガサガサだったけど、今はねいい感じになってる。それは単純に保湿してるだけだと。保湿はしてないけど、顔洗ってやってるだけだ。俺毎日お風呂入らなきゃな、お風呂入んないじゃん、俺歯磨きもしないんですよ。なんかね面白さステータス、面白頑張りみたいなね、まあこれバンバンゲーム10ゲームでいうところね、エイム全振りが緊張みたいな状態になってね、面白さ全振りがゆえに、人間としての尊厳っていうか、人間としての必要最低限のね、なんつうんだ、ルーティーンじゃないな、人間の最低限の動きっていうか、日常における要素が失われてるんですよ。それまでもね犠牲にして俺はねやってるわけでね、やってるんですよ。というわけじゃないけどね、普通にサボってるだけです。うん、歯磨きたいときに磨こう、風呂入りたいときに風呂入ろう、風呂入るだけとかありますからね。もう俺が汚いですよアピールやめよう。ファンが離れてくって、ファンいるのかって、どうせ女性ファンいねえから何言ったっていいんだけどさ、もう男だけでいいと思うんだけどね。全然そのなんか男性収支が9割なんですよとか言ってね、いいだろって、70割くらいにしてやれよって思っちゃいますけど、 700% っていうね、それボケですからね。ボケですからね。それ言わないと分かんないやついるからねっていうね、視聴者お前舐めすぎだぞっていうね発言でございますが、ってここ見てる、すごいペットボトルのゴミの山があるんでね、そろそろ片付けなきゃいけないですよ。ね、ノートもいっぱいあるんですよね。勉強したくない、面白いことだけしたいよね。こうやってさ喋るだけでさ、稼ぎてえよな。もう1時間時給7億くれ欲しい。ふざけんなよ。いやでも俺病休50万目指す。いやというかもうね、働きたくない、俺好きなことだから。働きたくないっていうのはそのそこなんだよ。好きなことだけして生きてきてよな。できればいいけどっていうのムカつけるな。できるんだよアホが、ベル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 って、そうやってね何回か反撃したことありますけどね、できればいいけどねって言うんですよ。いやそれはごもっともだけどさ、でって腹立つんですよ。いつも言われればできればいいけどね、確かにできればいいけどね、だからその時発狂してできるんだよ、できるんだよ、ブルブルってなってね、親がふんっていうね、ため息つくんですよいつも。いやでもなんか腰折られるのは嫌だよなってね、物理的はもっと嫌だけどさ、まあそれが親なんだろうけどな。なんだそれ、悟るな。悟るくんか、ご飯が悟るくんって進むんじゃないんかいって。あ、やばい、座りすぎた。ちょっと待って。ちょっと足伸ばしてくる。あ、動画切らないよ。いや、ね、やばいな。ちょっとアキレス腱伸ばししてます。って言いながらね、全然してなかったら面白いけどね。まあ、本当にしてますけど。いや、なんかね、やっぱ座りっぱなしの人って寿命短いらしいんですよね。
あとね、むちゃくちゃね、睡眠時間長いんですよ。昨日なんて18時間くらい寝てたんでね。でもなんか、今は亡き、今の清志郎さんも、ライブでメタンコやった時に寝た睡眠時間で36時間くらい寝たらしいんだって。いや、人生に7回くらい36時間くらい寝てえよな。ベーシックインカムで月50万支給されねえかな。でも物価は上がってほしくないけどね。物価10分の1くらいになってほしいよ、逆に。ああ、足痛い。血がね、血がっていう話じゃねえけど、まあ音が拾えてんのか分かんないけど、あれですよ、座りすぎるとやっぱ寿命短くなるらしいね。だからこれから立って喋ろうかなって思うと、立ってやるとね、なんか俺がなんかね ADHD なのか知らないけどね。でも俺はね ADHD だと思うよ、うん、自信を持って言う。で、単純にね、落ち着きがないんですよ、僕は。単純に落ち着きがない方なんですよ。うん、あと最近ね、忘れ物が多すぎるんですよ。それは単純にね、忘れ物が多いんじゃなくて覚える気がないだけなんですよ、俺は。はっきり言って、うん、だからだいぶ病気ですけどね。病気だよって言ってね、お金支給されるんだったら言いたいですけど、そんなお金支給されないしな。でもなんかいるよね、なんかツイッターでさ、ヘッダーがなんか障害者、なんか精神障害2級とか書いてるの、バーンってやってね、ドンみたいな感じでさ、やってる人いるけど、何のアピールなんだろうね。もう私は気違いですよって言いたいのが、いや、それはダメだな。偏見すぎるな。うん。これ言うとマジでね、俺が有名だって時にそれ言ったらね、マジで問題発言になって。で、今切り取られても、うわ、羽島恭志郎はとんでもない差別主義者だったみたいなね、感じの記事が組み込まれちゃいますよ。うん。あんま気違いとか言ったらダメですからね。とは、みじも思ってないですけど。いや、でもそうじゃん。いや、ほんと、何なんだろうな。ああ、かわいそうだな。なんて言ってほしいんだろうね。それをヘッダーにやってるからってね。うん、まあ、何もないんでしょうけど。いやー、喉乾いたな。いやね、そのね、クソまずいね。あ、クソまずい。商品名はね、言わないけど、まずいもんはまずいんだもんな。うん、なんか、アルプスの天然水のスパークリングでさ、味付き出すじゃん。天然水でゼロカロリーのくせになんか、それ風の味出すじゃん。あれって一番ダメだと思うんだよね。ゼロカロリーってもう、俺、ほんとダメだと思う。マジで。ゼロカロリーでそれっぽいもん飲むんだったら、普通に、本物飲めと。カルピスとかね、カロリーオフとか、あれほんとまずいからね。よほどカルピスに飢えてたり、ジュースに飢えてたら、カルピス、カロリー 60% カットとか美味しいと思うんだけど、ああいうのほんとダメだと思う。ちゃんとコーラだったらコーラを飲まなきゃダメだよ。コカ・コーラゼロはほぼ遜色はないと思う。ほぼ俺が言うのもなんだけど、マジで違う、分かんなかった。うん、でもゼロの方がやばいんだけどね、ぶっちゃけ。だったら普通のコーラ飲んだ方がいいわけでもないとは思うけどね。だったら普通にコーラ飲んでね、歯溶かそうぜってね、歯溶かし委員会していきましょうと、歯溶かし活動をしていきましょうって感じなんですけど、だからその妥協してさ、そのカロリーオフとか飲んじゃダメだと思うよ、俺は。飲みたいもんだったら、その自分の寿命を削ってでも飲まなきゃいけないっていうかね、まあ、バカの考え方なんだけどさ、うん、だっていい紅茶、いいミルクティーを飲めばいいんですよ。そういうね、もっと高級のね、うん、安くてうまいもんは寿命削られてますからね。毒ですから、大体。毒だと思った方がいい。でもね、本当にね、本場のコーラみたいな。でもコーラは全部ダメだよな。ジュースなんて。あれ全部砂糖ですからね、とか言ってるけどね。でも俺はあれを美味しいと感じてしまうんですよ。バカだから。みんな絶対頭いい人はジュースなんて飲まないんですよ。でも俺はジュースに毒されてるんですよ。蝕まれてるんですって言ってね。じゃあやめればいいじゃんって話なんで、そら思ってもなんですけども。いやー、やめれないよね。うん。美味しいわけじゃないのに飲むって、もうこれ病気だよ、病気。ビュー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 ですよね。いや、なんでボボボボボボボのリズムで病に置き換えたっていうね、話ではございますけど、お腹すいたな。お腹すいた。お腹すいたんでやめようかな。まあ、最後にね、5回目にね、悔しんだ雑談しますか。うん。悔しんだ雑談。ちょっとね、パンツ姿、全裸じゃないんだけど、パンツだからね。いやー、ガイドライン引っかかったら嫌じゃん。うん。まあね、悔しいんだよ、俺は。そんな悔しくなくなってきたけど、やっぱさ、成瀬さんいいなって思っちゃうわけで、嫉妬じゃなくて憧れてるわけじゃないけど、はっきり言ってさ、俺の方が面白いと思うのになって、すごい成瀬さんに喧嘩売ってる感じになっちゃうけど、
でも俺は俺が面白いと思ってるの中で俺は100点満点だからっていう話なだけで、って成瀬さんがつまんないってわけじゃないんだ。成瀬さんは十分に面白い。でも俺が面白いって思うツボに 1000%、 1万%、100億点ハマってんのは始まだぞとそりゃいいよって話だけどね。悔しいよな。早く人気になりてえっていうことで、そのアホみたいなことはしないよ。釣るとかしっかりとバチコリやっていきたいわけよ。しっかりと俺のしたい活動をして、それで人気になりたい。それが理想なわけよ。だからといって、行き急ぐわけじゃないと。すごいね、流行りのものに乗っかって、うんじゃじゃ、うんじゃじゃって言われるわけではないんですよ。俺が喋りたいって、もうこの喋りで、頂点、上り詰めたよね。っていう話だけですよ。そんだけ。まあ、年内にね、7億人くらい行きたいですよね、チャンネル登録者。なんか、口がね、あんま曲がんないんだよね。ここら辺に口、それはおかしい。いや、おかしくはないけどね。いや、本当にね、俺、いないいないバーで体ひっくり返してんだよ、体の構造。いないいない、ブリーンバーって時、体の裏側みたいのでね。俺、マジでいないいないバー勝負したい。ということでね、あざしたディザスター、ディザスター。ディザスター、あざしたディザスター、ディザスター、ディザスターです。ディザスターって言えんのにさ、ディザスターって普通に言おうと思えばいいです。ディザスターってですね。お前わざと噛もうとしてんのかっていうね、顔の、この、頬筋の動き方するよね。鼻筋みたいに言うな。こう、鼻筋みたいに言うなって癖があるんですよね。あじゃじゃじゃみたいなね。剣道で言うところの斬新みたいなね。鼻筋みたいに言うな。ビビビューン、あ、飛んでいっちゃった。あ、首汚い。あ、首汚い。ブリーンって言ってないで、脂肪が取れればいいんですけどね。はい、ということで、あざしたディザスター。ディザスター。あ、ディザスター。なんでおもてなしのリズムでね、表のリズムでやろうとしたんだということで、ありがとうございました。1時間14分。すごい。ここまで見た人多分いない。もしいたとしたら、ほんと最高。友達だよね。もうこの動画を最後まで見てた。あと、僕はこの動画見返さないんで、残念ながらね。ということで、この動画ね、アップロードするのにすごい時間かかると思いますが、それでも、ええねん、何も言わんでもええねん、いや、そこ言わないで、ええねんで終わらしたとこがね、匂わせた感じでいいのに、アンサー言うなよ。な、盛り上げ方が下手だな、ということでね、あざしたディザスター、バイバイ。僕はね、今からちょっと軽食を挟んで、また動画撮りまーす。バイキュー。